森外、森外、森外、1862年2月17日、文久2年1月19日から1922年、大正11年7月9日は、日本の明治、大正期の小説家、評論家、翻訳家、陸軍軍医、軍医総監イコール中上総統、官僚、高等官一等。医界訓等は、ジュニー、訓一等、高三級。 医学博士、文学博士。本名は森林太郎。岩見国津和の現、島根県津和野町出身。東京大学医学部卒業。大学卒業後、陸軍軍医になり、陸軍省派遣留学生として、ドイツでも軍医として四年過ごした。帰国後、訳史編、面影、小説、舞姫、翻訳、即興詩人を発表する一方、同人たちと、 文芸雑誌、しがらみ蔵氏を創刊して、文筆活動に入った。その後、日清戦争出生や小倉転勤などにより、一時期創作活動から遠ざかったものの、スバル創刊後に、ウィタセクスアリス、ガンなどを発表。野木マレスの巡視に影響されて、オッツ渡ツ衛門ゴエモンの遺書を発表後、安倍一族、高瀬船など、歴史小説や史伝、渋江仲裁等も府でした。 晩年、定室博物館、現在の東京国立博物館、奈良国立博物館、京都国立博物館等総長や帝国美術院、現、日本芸術院初代委員長なども歴任した。1862年2月17日、文久2年1月19日、岩見国家の足群津和野町田村、現、島根県津和野町町田で生まれた。 代々津和の藩の転移を務める森家では、祖父と父を、婿養子として迎えているため、久々の後継誕生であった。藩医下の着難として、幼い頃から、論語や孟子、オランダ語などを学び、養老館では四書五経をまた読みした。当時の記録から、9歳で15歳相当の学力と、推測されており、 激動の明治新期に家族と周囲から将来を期待されることになった。1872年、明治5年、廃藩置県等をきっかけ20歳で父と上京。現在の墨田区東向島に住む。東京では、管理追学校、ドイツ人教官がドイツ語で、講義への入学に備え、ドイツ語を習得するため、同年10月に、私塾の進む文学者に入った。 その際に、通学の便から、政府交換の親族、青州の邸宅に一時期帰職した。翌年、残る家族も、住居などを売却して、津和野を離れ、父が経営する委員のある千住に移り住む。1873年、明治6年11月、入校諮問を受け、第一大学区医学校、現、東京大学医学部余科に人年齢より2歳多く、偽り、 12歳で入学、新入生71名。後に、主席で卒業する三浦森寺も同時期に入学。定員30人の本科に進むと、ドイツ人教官たちの講義を受ける一方で、佐藤元長について、漢方以上読み、また文学を乱読し、漢詩、漢文に傾倒し、和歌を作っていた。語学に堪能な外は、後年、執筆にあたって、 西洋語を用いるとともに、中国の古事などを散りばめた。さらに、自伝的小説、ウィタセクスアリスで語源を西洋語の学習に役立てる、逸話を記した。1881年、明治14年7月4日、19歳で本科を卒業。卒業席時が8番であり、大学に残って研究者になる道は閉ざされたものの、文部省を派遣留学生として、 ドイツに行く希望を持ちながら、父の病院を手伝っていた。その進路未定の状況を見かねた、同期生の小池正直、を、後の陸軍省委務長は、陸軍軍医本部次長の石黒忠則に外を採用する要長分の厚い推薦状を出しており、また小池と同じく陸軍軍医で、日本の自備員工科学の創始者と言われる親友の過去、鶴戸は、外に陸軍省入りを進めていた。 結局のところ外は、同年12月16日に、陸軍軍衣服、中尉総統になり、東京陸軍病院に勤務した。妹、小金井き美子の回想によれば、若き日の外は、四君子を描いたり、庭を写生したり、職場から帰宅後しばしば寄せに出かけたり、き美子と一緒に出かけたとき、ある落語家の長唄を聴いて駐座していたという、入賞して、 半年後の1882年、明治15年5月、東京大学医学部卒業の同期8名の中で、最初の軍医本部付となり、プロイセン王国の陸軍衛生制度に関する文献調査に従事し、早くも翌年3月には、異性前書後本前12巻を役所に収めた。1884年、明治17年6月、衛生学を収めるとともに、 ドイツ帝国陸軍の衛星制度を調べるため、ドイツ留学を命じられた。7月28日、明治天皇に拝越し、県所に参拝。8月24日、陸軍省派遣留学生として、横浜港から出国し、10月7日に、フランスのマルセイユ港に到着。同月11日に、首都ベルリンに入った。王外は、横浜からマルセイユに至る、航海中のことを、 厚生日記に記している。最初の一年を過ごしたライプツヒ、1884年11月22日、翌年10月11日で、生活に慣れていない外を助けたのが、昼食と夜食をとっていたホーゲル家の人たちであった。また、国衣の女性エルチュースなど、下宿人たちとも親しく付き合い、ライプツヒ大学ではホフマンなど予期士と同僚に恵まれた。 演習を見るために訪れたザクセン王国の首都ドレスデンでは、ドレスデン美術館のアルテマイスター絵画館にも行き、ラファエロのシスティーナの聖母を鑑賞した。次の滞在地ドレスデン、1885年10月11日、翌年3月7日では、首都して軍医学講習会に参加するため、5ヶ月ほど生活した。王室関係者や軍人との交際が多く、 王宮の舞踏会や、貴族の夜会や宮廷劇場などに出入りした。その間、二人の大切な友人を得た。一人は、外の指導者で、ザクセン王国軍医官ので、もう一人は、外国語が堪能な同僚軍医のビルケ、王外は、池と表記である。外は、ドレスデンを離れる前日、ナウマンの公演に反論し、後に、ミュンヘンの一流子、城で論争となった。ミュンヘン、 1886年3月8日、翌年4月15日では、ミュンヘン大学のペッテンコーファーに指示した。研究のかたら、法人の少なかったドレスデンと異なり、同世代の原田の青次郎やこの絵集まろなど、名詞の子則と交際し、よく感激していた。次のベルリン、1887年4月16日、翌年7月5日でも、早速、北里柴三郎と共に、 コッホに会いに行っており、最近学の入門講座を経て、コッホの衛生試験所に入った。9月下旬、カールスルーエで開催される第4回、赤十字国際会議の日本代表、主席としてドイツを訪れていた石黒忠則に随行し、通訳官として同会議に出席。9月26日27日に発言し、とりわけ最終日の27日は、 ブラボーと叫ぶ人が出るなど大きな反響があった。会議を終えた一行は9月28日にウィーンに移動し万国衛生会に日本政府代表として参加した。11日間の滞在中、外は恩師や知人と再会した。1888年、明治21年1月、山都会の新年会でドイツ語の講演をして、 講師の西恩寺金持ちに激賞されており、18日から田村伊予蔵大尉の求めに応じて、クラウゼビッツの戦争論を講じた。留学が1年に延長された代わりに、地味な大付勤務、プロイセンコの F 不評、第二連帯の意味を経験しており、そうしたベルリンでの生活は、ミュンヘンなどに比べ、より公的なものであった。ただし、講述する、 ドイツ人女性と出会った都市でもあった。同年7月5日、外は石黒と共にベルリンを立ち、帰国の途に着いた。ロンドン、保安条例によって、東京からの退去処分を受けた尾崎幸雄に会い、死を4種送ったやパリに立ち寄りながら、7月29日、マルセイユコを後にした。9月8日横浜港に着き、午後帰京。同日付で、 陸軍軍医学者の教官に補えなされ、11月には陸軍大学校教官の憲法を命じられた。帰国直後、ドイツ人女性が来日して滞在1月、1888年9月12日から10月17日、ほどで離日する出来事があり、小説、舞姫の素材の一つとなった。後年、文通をするなど、その女性を生涯忘れることはなかったとされる。 王外は、ドイツ留学中のことを、ドイツ日記に記している。1889年、明治22年1月3日、読売新聞の付録に、小説論を発表し、さらに同日の読売新聞から、弟の三木武次と共に、カルデロンの儀曲、月高出現一曲、現代、サラメアの村長をともして、随時発表した。その翻訳曲を高く評価したのが、 徳富祖法であり、8月に祖法が主筆を務める民誘者の雑誌、国民の友書き文芸付録に、訳詞集、面影、署名は SSS、申請者の略を発表した。その面影は、日本近代史の形成などに、大きな影響を与えた。また、面影の原稿料50円をもとに、竹次など同人たちと、日本最初の評論中心の専門誌。 しがらみぞうしを襲うした日清戦争の勃発により59号で廃刊。このように外国文学などの翻訳を手始めに即興詩人、ファウストなどが有名、熱心に評論的啓蒙活動を続けた。当時、情報の乏しい欧州ドイツを舞台にした舞姫を祖法の依頼にり、国民の共に発表した。続いて、歌方の木、文塚比を相次いで発表したが、とりわけ、 日本人と外国人が恋愛関係になる舞姫は読者を驚かせたとされる。そのドイツ三部作をめぐって石橋人月と論争を、またしがらみ草市場で坪内商用の記述主義を批判して没理想論争を繰り広げた。1889年明治22年に東京美術学校、現東京芸術大学の美術解剖学講師を 1890年9月から約2年間東京専門学校の課外講師を1892年、明治25年9月に慶応義塾大学の新美学、美学の旧講師を移植された、いずれも日清戦争出生時と小倉天近時に会食。1894年、明治27年夏、日清戦争の勃発により8月29日に 東京を離れ、9月2日に、広島の宇治港を経った。翌年の下の関条約の調印を、5月に、この絵師団付きの従軍記者、正岡式が帰国の挨拶の他、第二軍平坦部軍医部長の外を訪ねた。清との戦争が終わったものの、外は日本に活上された台湾での勤務を命じられており、朝鮮勤務の小池正直とのバランスを取った。 人事とされる5月22日に宇治学校に着き、心配する家族を代表し、訪れた弟の竹にと面会、2日後には、初代台湾総督の河山助の離と共に台湾に向かった。4ヶ月ほどの台湾勤務を終え、10月4日に帰京。翌1896年、明治29年1月、しがらみ増しの後を受けて、高田露伴や斉藤緑愚と共に、 万字を創刊し、合表、三人情報を乗せ、当時の評判の先頭に立った、1902年廃刊。その頃より、評論的啓蒙活動が、戦闘的ないし論争的なものから、恩賢的なものに変わっていった。1898年、明治31年7月9日付、万長報の連載、平風一般、地区私の実例の中で、 小玉関との向上を暴かれた。1899年、明治32年6月に、軍医官、少将総統に昇進し、東京、東部、大阪、中部と共に都督部が置かれていた、小倉、西部の第12師団軍医部長に左遷された。19世紀末から新世紀の初頭を過ごした小倉時代には、歴史観と近代観に関わる一連の随筆などが書かれた。 またドイツ留学中、田村伊予蔵に講じていた難解なカール・フォン・クラウゼビッツの戦争論について、師団の将校たちに講義をするとともに、師団長、井上光などの依頼で翻訳を始めた。その内部資料は他の部隊も求めたという。小倉時代に計画が取れ、単が練れてきたと末程の森淳三郎が記述したように、その頃外は、 社会の終焉内視底辺に生きる人々への心は、慈しみの眼差しを獲得していた。死生活でも、長兵検査の視察時などで各地の歴史的な文物、文化、耳石との出会いを通し、特に後年の自伝につながる倉庫家、元無母の趣味を得た。新たな趣味を得ただけではなく、1900年、明治33年1月に、戦災、赤松敏子が結核で死亡した後、 母の勧めるまま1902年、明治35年1月、18歳年下の荒木、重と見合い結婚をした41歳と3歳の再婚同士。さらに、追筆、二人の共に登場する友人も得た。一人は、総統州の僧侶、玉水春、通称、安国寺で、もう一人は、同郷の春菜福前博である。二人は、外の東京転勤と共に上京し、 外の自宅近くに住み、交際を続けた。1902年、明治35年3月、第一師団軍医部長の辞令を受け、新妻と共に東京に赴任した。6月、廃刊になっていた、目覚ましうと上田里氏の主催する芸園等を合併し、芸文を創刊。その後、出版社とのトラブルで廃刊したものの、10月に、後ろの万年草を創刊。 当時は12月に初めて議曲を執筆するなど議曲に関わる活動が目立っていた。1904年、明治37年2月から1906年、明治39年1月まで日露戦争に第二軍軍委部長として出征。1907年、明治40年10月、陸軍軍委総監、中上総統に昇進し、陸軍省委務局長。 人事権を持つ軍医のトップに就任した。同年9月、美術審査員に任じられ、第一回文部省美術展覧会、初期文展西洋画部門審査の主任を務めた。1909年、明治42年に、スバルが創刊されると、同志に迷子を寄稿して創作活動を再開した、木下木太郎の言う、宝塾の時代。日、ビタセクスアリス、鳥、 青年などを同志に乗せ、仮面、性などの儀曲を発表。スバル総関年の7月、外は東京帝国大学から文学博士の学位を授与された。しかし、直後に、ウィタセクスアリス、同志7月号が発売禁止処分を受けた。しかも、内務省の警保局長が陸軍省を訪れた8月、外は陸軍次官、石本新読から解職された。 同年12月、ヨガ、立場で、レジグナチオン、定年を、キーワードに、自らの立場を明らかにした。1910年、明治43年、慶応義塾大学の文学科顧問に就任、教授職に、長井花風を推薦し、慶応義塾大学幹事の石田慎太郎の指導により、植田聡を顧問に、長井花風を主観にして、見た文学を創刊した。また、 その年には5月に大逆事件の検挙が始まり、9月に東京朝日新聞が連載危険なる要衝を開始して6回目に外と妻の名が掲載され、また国内では南北朝教科書問題が大きくなりつつあった。そうした閉塞感が漂う年にファスチェスで発禁問題、沈黙の塔、食堂では社会主義や無政府主義に触れるなど、 政治色のある作を発表。1911年、明治44年にも、カズイスチカ、妄想を発表し、青年の完結後、ガンと怪人路二長編の同時連載を開始。同年4月の、文芸の主義、現代、文芸断片では、冒頭、芸術に主義というものは、本来ないと思う。とした上で、と結んだ、また、陸軍軍医として、 懸案とされてきた軍医の人事権をめぐり、陸軍次官の石本新六と激しく対立した。ついに医務局長の外が石本に辞意を告げる事態になった。結局のところ陸軍では医学優先の人事が継続された。階級社会の軍隊で、それも一段低い扱いを受ける、衛生部の外の主張が通った背景の一つに、山形有友の存在があったと考えられている。 1912年、明治45年から翌年にかけて、五条秀丸を主人公にした、かのように、しゃっくり、藤棚、つい一家の連作を、また司令官を揶揄するなど、戦場体験も描かれた、ネズミ坂などを発表した。当時は、新編に題材を取った作品や、思想色の濃い作品や教養小説や儀曲などを、執筆した。もっとも、公務の傍ら、 ファウストなど見えての3作品をはじめ、外国文学の翻訳、紹介、解説も続けていた。1912年、大正元年8月、実在の人間を資料によって、事実のまま除述する、外独自の小説作品の最初のものである、ハトリ・チヒロを発表。翌9月13日、の木マレスケの巡視に影響を受けて5日後に、大っきつわるゴエモンの衣装、 書行を書き終えた。これを機に、歴史小説に進み、歴史そのままの、安倍一族、歴史離れの、三省大部、高瀬船などの後、市伝、渋江中裁に結実した。ただし、1915年、大正四年頃まで、現代小説も並行して執筆していた。1 9十六年、大正五年には、後世の外研究家や評論家から重要視される、 随筆、空舎を、1918年、大正7年1月には、随筆、礼儀古言を表した。1916年、大正5年4月、任官時の年齢が低いこともあり、トップの陸軍省医務局長を8年半務めて、退き、予備役に編入された。その後、1918年、大正7年12月、提出博物館、現、 東京国立博物館総長兼図書頭に、翌年1月に、提出制度審議会御用係に就任した。さらに1918年、大正7年9月、帝国美術院、現、日本芸術院所大委員長に就任した。元号の、明治と、大正に、否定的であったため、宮内省図書頭として、天皇の送り名と元号の交渉、編纂に着手し、しかし、 三角送りな公は観光したものの、病状の悪化により、自ら見出した吉田松造に後を託しており、後年この吉田が、未完の元号公の観光に尽力し、元号案、昭和を提出した。1922年、大正11年7月9日午前7時過ぎ、親族と親友の過去鶴土らが付きそうなか、人意識、肺結核のために死去。 で始まる最後の遺言、7月6日付が有名であり、その遺言により墓には、一切の栄誉と称号を拝して、森林太郎の墓とのみ告された。上京した際に住んだ、大貝ゆかりの地である向島の幸福寺に埋葬され、遺言により、中村不説が、墓碑銘を筆した。戒名は、帝に因縁分、僕をもう最大孤児。なお、関東大震災後、 東京都三鷹市の善林寺と出生地の津和野町の A 明寺に改装された。外は自らが専門とした文学、医学、両分野において論争が絶えない人物であった。文学においては理想や理念など主観的なものを描くべきだとする理想主義を掲げ、事物や現象を客観的に描くべきだとする写実主義的な没理想を掲げる坪内逍遥と、 衝突する。また医学においては、近代の西洋医学を胸とし、和漢家体と激烈な論争を繰り広げたこともある。和漢家体が7割以上を占めていた。当時の医学界は、ドイツ医学界のような学問において、業績を上げた学者に不遇であり、日本の医学の進歩を妨げている、大卒の医者を増やすべきだ、などと批判する。松本良順など近代医学の始祖と呼ばれている。 長老などと六年ほど論争を続けた。外の論争癖を発端として論争が起きたこともある。商用が早稲田文学にシェイクスピアの表尺に関して加えた短い説明に対し批判的な表をしがらみ増しに載せたことから論争が始ま。このような形で外が関わってきた論争は戦闘的評論や論争的啓蒙などと評される。 もっとも、三十歳代になると、日清戦争後に、目覚ましくさを相関して、合評をするなど、評論的啓蒙活動は、戦闘的ないし論争的なものから、恩恵なものに変わっていった。さらに、小倉時代に、計画が取れたという家族の指摘もある。肩書きの多いことに現れているように、外は、文芸活動の幅も広かった。例えば、役者としては上記の、の役史 面影、か教約と1892年、明治25年、1901年、明治34年に断続的に発された即興詩人とが初期の代表的な仕事である。面影は明治詩団に多大な影響を与えており、即興詩人は流麗な画文で明治期の文人を魅了し、その本を片手にイタリア各地を回る文学青年、まさ白鳥など、 が続出した。戯曲の翻訳も多く、弟の武二が責任編集を務める雑誌、歌舞伎に掲載されたものは少なくない歌劇、オペラの翻訳まで手掛けていた。ちなみに、役語、和声看護の公共学、公共曲を作っており、六年間の欧米留学を終えた演奏家、高田延ノベ、ロハンの妹と洋楽談義をした西楽と高田氏と、 そうした外国作品の翻訳だけでなく、帰国後から演劇への啓蒙的な評論も少なくない。翻訳は文学作品を超え、ハルトマン、心理学考量のような心理学、理学の急償も対象になった。単なる役者にとどまらない外の心理学は、坪内逍遥との没理想論争にも現れており、田山家にも影響を与えた。その外は上記の通り、 東京美術学校、現東京芸術大学の職託教員、美術解剖学、新美学、西洋美術史をはじめ、慶応義塾大学の新美学講師、初期文店西洋画部門などの審査員、定室博物館総長や帝国美術院、初代委員長などを務めた。交際も広く、その顔ぶれが多彩であった。しかし、教師でもあった、夏目漱石のように弟子を取ったり、 分断で党派を作ったりはしなかった。ドイツに4年留学した外は、閉鎖的で、縛られたような人間関係を好まず、西洋風の社交的なサロンの雰囲気を好んでいたと、される。管理生活の合間も、書斎にこもらず、同人誌を主催したり、自宅で抱えを開いたりしていろいろな人々と、交際した。文学者、文人に限っても、薬師従。 面影は五人による協約であり、同人誌のしがらみ増しと目覚ましくさにも多くの人が参加した。とりわけ、自宅、館長老で定期的に開催された歌会が有名である。その館長老歌会は、1907年、明治40年3月、外が、与佐の鉄管の新誌社系と、正岡式の系譜、根岸派との過断内対立を兼ね、 両派の代表歌人を招いて開かれた。以後、毎月第一土曜日に集まり、1910年、明治43年4月まで続いた。伊藤幸男、平野万里、上田聡佐々木信綱等が参加し、新死者系の北原白州、吉井勇、石川拓木、木下木太郎、根岸派の斉藤茂吉、小泉佳氏等の新進歌人も参加した。 よさのあきこを含めて、延べ二十二名。また、当時としては、女性別詞が少なく、ひ口一葉を、いち早く激賞しただけでなく、よさのあきこと、平塚つか雷鳥も早くから高く評価した。あきこ、出産した双子の名付け親が外や、雷鳥や純芸術雑誌、バンベニバナ、サフランを主催した、お竹和かなど、個性的で批判されがちな新しい女性たちとも広く、 交際した。その外の作品には、女性を主人公にしたものが少なくなく、ヒロインの名を題名にしたものも複数ある。安井夫人、戯曲、聖、花子、翻訳戯曲、野良、一夫先作、人形の家。晩年は、東京日日新聞で、北条家庭が連載を打ち切られるなど、その評価は、必ずしもかしいものではなかった。没後、新潮社と、他社とが、 全州18巻の観光を引き受けたので、かろうじて面目が立った。1936年、昭和11年、木下木太郎ら王外を敬愛する文学者らの尽力によって、岩波書店から王外全州が、漱石全州と並んで刊行され、権威があると思われるようになった。外は、東京帝国大学で、近代西洋医学を学んだ、陸軍軍医。 第一期生であった。医学先進国のドイツに4年間留学し、帰国した1889年、明治22年8月12月には、陸軍兵職試験の主任を務めた。その試験は、当時の栄養学の最先端に位置していた。日清戦争と日露戦争に出生した外は、小倉時代を除くと、常に東京で勤務、それも重要なポジションについており、最終的に、 軍医総監、中上総統に昇進するとともに、陸軍軍医の人事権を握るトップの陸軍省、医務局長にまで上り詰めた。ビタミンの存在が知られていなかった当時、軍事衛生上の大きな問題であった角気の原因について、医学界の主流を占めた伝染病説に同調した。また、経験的に角気に効果があるとされた麦飯について、日本海軍の多くと、 日本陸軍の一部で効果が実証されていたものの、爆反と格気改善の相関関係はドイツ医学的に証明されていなかっため、科学的根拠がないとして否定的な態度をとり、爆反を禁止する通達を出したこともあった。外が爆反支給に否定的だった一員として、日本国内の麦の生産量が少なく自給できていないというとが挙げられる。そもそも、 外は日本兵食論大意において、米食と格家の関係有無はあまり相手と数としている。外自身はあくまで陸軍軍医として、兵食の栄養学的研究を行っていただけで、格家の研究をしていたわけではない。日露戦争では、1904年、明治37年4月8日、第二軍の戦闘序列、指揮系統下にあった鶴田第一師団軍医部長、 横井第三師団軍医部長が爆犯給与の件を森第二軍軍医部長に勧めたるも返事な鶴田貞次郎日露戦役従軍日師との記録が残されているちなみに第二軍で核刑発生が最初に報告されたのは6月18日その返事なしは様々な解釈が可能であるが少なくとも大本営陸軍部が決め直令。 天皇名によって指示された戦時兵職白米六号を遵守した。結果的に陸軍で約25万人の格下患者が発生し、約2万7千人が死亡する事態となった。格下問題について、外は陸軍省医務局長に就任した直後から臨時格下病調社会の創設、1908年、明治41年に動いた。 かっけの原因解明を目的としたその調査会は、陸軍大臣の監督する国家機関として多くの研究者が招聘され、多額の予算、陸軍費が注ぎ込まれた。予算に制約がある中、かっけビタミン欠乏説がほぼ確定して廃止、1924年、対象13年されたものの、その後のかっけ病研究会の母体となった。外が創設に動いた。 臨時活気病調査会は、活気研究の土台を作り、ビタミン研究の基礎を築いたと位置づける見解がある。反面、その16年間の活動は、活気栄養障害説イコールビタミン B 欠乏症、白米原因説に策をかけ、その承認を遅らせるためだけにあったようなものであったと、否定的に捉える見解もある。なお、晩年の外は、 同調査会で調査研究中の、滑気の原因について、態度を明らかにしなかった。陸軍の滑気3外をめぐって、外の責任に関しての議論は絶えない。批判だけでなく、擁護論もあり、外は、滑気被害をなくすため不信し、後世に貢献したとする。そのうち外への批判として、副食物が貧弱な米食を、麦食に変えると滑気が激減する現象が多く、 見られたにもかかわらず、無義職を排除し続けた姿勢について激しい非難がある。また、王外が、岡崎慶一郎著、日本米食師不食米と角気病との指摘関係項、1912年に寄せた序文で、私は、臨時の角気病調査会長になって、中力米の清掃と角気に因果関係があるのを知った。自ら記述している事実から、王外は、 か気病栄養障害説が正しいことを知りながら、あえてそれを排除し、最近原因説に固執して、調査会の結論を遅らせていたとの指摘もある。外を擁護する者として、以下の見解がある。以上を端的に言えば、外が、か気問題で批判される多くは筋違いとの、見解である。ただし、そもそも県軍当初は、金銭で支払われていた兵士への食費が、 仕送りなどに分けて必要な食事を取らず兵の栄養状態が悪化したことから必要なカロリーと栄養を任務として摂取するための給食へと変化した権威がある以上現場指揮官の情などというものは部下を健康に保つという任務を果たしたでの話でしかなく兵士の健康を保つためであれば軍として輸送能力を確保するのが本筋であり輸送能力や医学的素養のない現場の 情を口実とするのはそれこそ筋違いであり、兵士を健康に保つ軍医としての任務を果たしたとは、到底言えない。以下に、外への批判の主なものを記す。日本で、格気の原因が栄養にあることが認められたのは、海外での研究の結果であり、海外での成果が確定すると、最近説の支持者は一斉に手のひらを返した。外が、初代会長を務めた。 臨時活気病調査会は原因が栄養であるという国内での研究の阻害こそすれ、その研究に貢献したとは言い難いものであったと言われるゆえんである。ただし、当時の日本は年間で1万から2万人が活気によって死亡しており、またこれらの流行で4万人が死亡するなど、病死の捉え方、あるいは生命の価値というものが現代とは大きく異なる部分があった。 活気が即死するような病でないこともあり、パンや爆飯を食うぐらいなら、死んだ方がマシという声は少なくなかった。日本で活気患者が根絶といって良い程度に激減するのは、ビタミンを薬品として大量供給できるようになった1960年代以降のことである。日付は1872年までは旧暦。天意としての森や森氏は、 1650年前後、慶安年間から1869年、明治2年の半世紀奉還に及ぶ。父に、範囲の森聖安氏、静尾、母に峰子。父は後に、北千住で立場内動員を開業。鴎外も4年間住んでおり、北千住に森鴎外の石踏みが混流されている。4人の子供はいずれも鴎外について、著作を残しており、とりわけ祭り。 国語教科書に載った父の帽子とアンズド、晩年の父が有名である。母親の違う音は他の子供たちとはまた違った父親像を綴っている。全員が当時としては異色の名前だったが、これは本人の名前、林太郎が外国人には発音しづらかったことから、来ているので世界に通用する名前にしようとしたため。ちなみに、孫、釈、祭りの子も、 王外の命名による。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。